こんにちは、ダホンカームで冬のキャンプに行きます。想定は朝氷点下2度とか3度ぐらいまで行くことを想定した荷物になります。では早速各バッグ何を入れてるかを紹介したいと思います。その前に何のバッグを持っていくかを紹介します。まず大型サドルバッグはバーズマンですね。前に、春にキャンプ行った時にも使ってます、このサドルバッグで。下にクレイジークリークのザイスをと持ち目しています。でこれバーズマンのやつあんまり固定できないので、ここに身の裏のサドルバックサポーターをつけています。でこれはもともとダホンカームにつけてるんですけど、ロックブロスのフレームバックなんですが、後ろ三角のところに入れていて、この中には自転車用のパンク修理キットだとかそういったものが入っています。でフレームバックとここにボトルホルダーをつけています。ちょっと反対側なんで見にくいですけど、ここにつけています。でフロント周りはブロンプトン用のこの S バックもどきですね。でこれ今ちょっと陸戦カウルのアダプターをつけてるんですけど、これを外してここにブロンプトン用のマウントをつけて、これを前にガシャンと積載する感じになります。それとここにフロントのパニアバックラックをつけているので、いつも僕が使っているこのロックブロスのちっちゃいパニアですね、これを左右にぶら下げてつけていきます。ではまずこの S バックもどきの中身から紹介したいと思います。これ後ろにドリンクホルダーが入れられるようになってるんですけど、今ここには何も入れてないので、途中で買った飲み物だとか水筒だとか家から持っていく水筒だとかを入れる予定です。あと細々したものを入れますね。今は何も入っていません。でこのフラップ部分ですね、ここはティッシュ類を入れています。バカバカと、実際行くときは財布だとかを入れることになると思います。中身です。まずこれ焚き火台ですね。メッシュのすごい軽い 500g ぐらいしかないやつです。でこれがワークマンで買った防水でも何でもない焼け類なんですけど、焚き火するとき上下に来ます。火の粉が当たると穴は開いちゃうんですけど、そんなに火の粉飛んでくることないですし、何より綿の焚き火用の洋服は重いので、僕はこのナイロンの上下を着ています。これを着ることによって下のダウンまで焚き火の匂いが移りにくい、ゼロではないです、にくくなるのと、あと多少防寒にもなるので、これを上下着ています。すごいコンパクトなんですけど、これ上下入っています。でしかも上下で1000円するかしないかぐらいなんですよね、ワークマンのやつって。ナイロンやっけ。それからこれは100均で買ったウィンドプロテクターですね。クッカーの周りを覆う風よけのやつです。でこれも100円ショップで買ったテーブルですね。でこれはフィールドドアのアルミのテーブルになります。普段ね、重いからこっちしか持っていかないんですけど、今回はすごい近い距離で平坦だけ走っていくようなキャンプ場所に行くので、これも持っていくことにしました。でこれ焚き火台その2ですね。すごいちっちゃい、これぐらいのやつです。すごい軽くて、何グラムだったかな、後でちょっとテロップで出しておきます。と、焚き火シート、この中に入っています。これはダイソーのやつですね。ダイソーで300円で買ったやつ。焚き火シートと、焚き火台で、あとこの薪つかみ、薪もつかめて、ここで鍋とかも持てるっていうの、ちょっと長いタイプです。短いのはよく100円ショップ売ってるんですけど、この長いタイプって実はあんまり見つけられなくて、1個だけキャンドゥかどっかで残ってたのを見つけて即買いしました。これ非常に便利でした。結構ね、太い薪もバコッと掴むことができました。であとは軍手と100均で買った皮膚器をライターですね。であとは今回もちょっと炭火焼きしようかなと思ってるのは網です。これ全部この中に入れてあります。であとこの100円ショップの透明のケースの中にはヘッドライト、それから厚手のアルミホイルですね。アルミホイルで、ビニール袋で、歯ブラシ、箸、これあれですね、ガスバーナーを固定させるやつで、強めのキッチンペーパー、固形石鹸、ショックコードのスペア、自転車から何かに通して物をぶら下げたりとか、何かに使うのとか、何かしらに使えるかなっていうことで、ちょっと4メーターぐらいをいつも持ち歩いてます。でセラミック刃のカッターですね。あんまり使うことないんですけど、一応持ってます。でこれも一応風よけですね。家庭のガスコンロ用のやつを切って、こんな感じで使えるようにしています。非常に軽量なので。でプラティパスの水入れですね、これを使っています。で備長炭で、最後にクッカーです。で僕クッカーはもうこれしか持っていってなくてですね、もう長年愛用して、沖縄の無人島旅とか、なんかいろんな河原に行ったりとかって使ってるんですが、まず2件
シェラカップがこれですね。スノーピークのチタンのやつなんですけど、折りたたみ式のものです。でここ注ぎ口、これ自分で勝手に改造してつけてます。でまあライターで、ちっちゃい手ぬぐいですね。まあこれ音が鳴らないようにちょっと隙間埋めで入れてるものです。でこれが折りたたみのあの、なんていう名前でしたっけ、コーヒーカップですね。皆さんよく使ってるやつが入ってます。とこれちっちゃいのは中華製のバーナーです。これあのイグナイター着火させるやつがついてないので、ライターも持っていってる次第でございます。でダイソーの OD 缶ケースっていうんですかね、カバー OD 缶カバー、ダイソーのやつですね。これ110の OD 缶がこの中にぴったり収まる感じになってます。でこのクッカーはね、どこのだったのかな、これもスノーピークかな、わかんないですけど、なんかチタンのやつです。もう20年以上前に買ったやつなんでよく覚えてないですねまあこれでいつもチャーハンとか作ってます。でこの OD 缶の下にネオジウム磁石を貼っ付けてまして、これ何するかっていうと、このさっきの計量風防ですね、これをここにつけて、これの上からネオジウムをつけると、まあ OD 缶にひっつくので、これがまあ風が強くても倒れないという風になっているので、ここに磁石を入れています、まあ、クッカーは本当に僕なんか寄せられるもの、予想得るものっていうのはこれとこれとこれ、シェラカップと、この3つしか持っていってないですね最近は。あんまり料理しないんでそんな感じです。ナイフだとかそういったものは僕持ってないです実は。基本なもうスーパーとかで切り売りされてる野菜を使ったりだとか、そんな感じなので、今紹介したものを入れてこんな感じですね。まあ8割ぐらい埋まってる感じなので、また全然余裕はあります。でこれの重量は 3.89 なので、まあ大体4キロぐらいですね。まあ他にちょこちょこと入れていったら5キロぐらいになるんじゃないですかね。これがまず S バックもどきの中に入れた、まあ基本的には調理器具ですね。調理器具と焚き火関連のものが S バックの中に入っています。ここね、実はフレームに直結なので結構重たいものを入れて走行安定性がいいような感じになっています。続いてこのパニア2つですね。重さはこっちが 2.78、もう一個の方も 2.86 なので、まあ約3キロですね。でこのパニアバッグの中には主に寝具となるものを入れています。あと着るものですね。ではまず1つ目から、こんな感じでもう直接詰め込んでいって、これを締めてこうコンプレッションさせながら閉じることによって、まあこれ完全防水なのでコンパクトにするようになっています。でこれがあのすごい分厚い靴下なんですけど、もともとハイソックスなんですが足首のところで切ってしまって、これ僕ブーツの下に履いてます。これの下には普通の5本指ソックス、薄手の履いて、まあ防寒用の靴下です。でニット帽ですね、これは寝る時もかぶってます。で速乾性で綿のような肌触りの長年愛用している LL ビーンのロンティーですね、長袖の T シャツで、薄手のフリースのズボン、寝る時はこれ普通のパンツにこれを履いて、でこれ着て、でこのその上からフリースを着て寝袋の中に入ります。あとキャップをかぶります。で靴下は基本履かないです、素足です。であとこの中にモンベルのバロバッグ、モンベルのバロバッグですね、のナンバー3を入れています。もう20年ぐらい前に買ったやつなので、今のとはもう全然スペックとかが違うと思います。すごい傘も大きいですし重いですね。で2つ目、こちらはですね、まずダウンの上ですね。これ釣り具メーカーのやつなんですけど、もう昔からすごい愛用してて、ここ高電子ダウンなんですよ。なのですっごいあったかいんですよね。フード付きのを愛用しています。でダウンパンツですね、これもスタッフバッグに入れています。着るもんはそれだけですね。であとは寝袋系が全部スタッフバッグに入れて、ボコボコと入れてあります。ちょっととりあえず全部出しちゃいますね。これだけ入っていて、まずモンベルのダウンハーガー800のシャープ3ナンバー3ですね。これとバローバッグを両方重ね合わせて、この前の僕の別のチャンネルで取り扱ったキャンプって朝の最低気温が 1.8 度ぐらいまで下がったんですけど、その時にこのダウンハーガーとバローバッグの2枚重ねでとても朝まで暖かく眠れたので、今回もその2つ体制でいこうと思っています。でこれがメイン。でその下にこのモンベルの、ウォームアップ
シーツですね。これもすごい大きいんですよ。これも20年ぐらい前に買ったやつなので、もう今もっと良くなってるかもしれないですけど、あの伸縮性伸びないんですけど、すごくあったかいので、これをインナーシーツとして中に着てます。なのでまずはこれに入って、ダウンのシラフに入って、その上からバローバッグという感じですね。この前のそのマイナス 1.8 度まで下がった時にはそれでも全然あったかかったんですけど、今回はそれにプラスしてこのソルのエスケープライトですね、これをシュラフカバー代わりに寒かったら使おうと思ってます。そしてあとネイチャーハイクのマミー型のエアパッドですね。これ RG5.8 とネイチャーハイクの方では書いてるやつですね。1万3000円ぐらいでセールの時には買えます。とエア枕、これマミー型のシュラフの中に入れられる枕ですね。ということでシュラフと、インナーシーツ、エアマット、シュラフカバーで、ダウンの上枕をこのパニアバッグには入れております。最後にこのサドルバッグですね。これは共締めしてるだけで、これをパッと外せば外れて、まあ、これがクレイジークリックの材質ですね。もっとね軽い材質が欲しいんですけど、まあ、今のところお金がないんでこれを使ってます。でサドルバッグは100円ショップで買った銀マットですねを、まあ、適当な大きさに切って使っています。これは外で荷物とか置く用のタイベックのシートですね、まあ、かさばるんですけど軽いんでまあいいかなと思ってこれ愛用してます。 Amazon で1000円ぐらいで買ったやつですね。でこれも Amazon で買ったすごく安かったあのエマジェシーブラケットですね。これをテントの一番中の一番下に引いています。でこれを引いてこの銀マットを引いて、その上にネイチャーハイクのエアマットを敷いて、この前は寝て全然底冷えとか一切なかったです。でこれがテントのグランドシートですね。ネイチャーハイクの純正品です。でこっからテント自家入れなんですけど、キャプテンスタックの僕が最近愛用しているトレッカーズテントです。をインナーとアウター、もうケースには入れずそのままサドルバッグに押し込む形で入れております。ポールはここにフレームにつけています。でフレームバッグなんですけど、今ここは何も今のところは何も入ってなくて、上はですね、北海道、大量の北海道ですね。これもまあ寒かった時用に保険として持っていきます。と今回ちょっとね砂地っぽいところに行くので、砂ペグですね。すごいこれ重いんですけど、まあ、遠くだとねこんなの絶対持っていきたくないんですけど、一番効くのでこれを持っていきます。それから普通のペグですね。これ多分使わないんですけど、一応そんなに荷物にならないし近距離なので、まあ多少重くなってもいいと思って入れています。という具合です。はい、まあ、ざっと紹介しましたけれども、今回そのマイナス2度ぐらいまで対応できるかなという装備をこのダホンカムに乗せた状態をお見せいたしました。あ、でサドルバッグちょっと外してないんで重さ測ってないですけど、大体これがですねテントの重さやらクレイジークリークの材質やらの重さを加味したら、まあ、3キロから4キロの間ぐらいでこれ収まってると思います。ということで今回マイナス2度ぐらいまで対応できるであろう装備をこのダホンカムに積んでみました。前回春に行った時はこのフレームバッグがなかったのと、こちらパニアとかつけてなかったのですっごい積載苦労したんですけど、今回荷物相当増えてもやはりこのフレームバッグとパニアとあとここの S バッグですね、あれがつけられることによってもすごい余裕が出たので、これでもかっていうぐらい積めます。まあ積まないですけどね。ということでこれでキャンプに行ってみたいと思っております。まあね、ちょっと今天気予報が微妙なので、もしかしたら中止になるかもしれないんですけど、冬なんてあんま無理はしないので、まあ、これで行けたらいいなと思っております。何かの参考になれば幸いでございます。ということでご視聴ありがとうございました。